プロダーツプレイヤー、グラビアの二刀流で活動する、熊谷サオン、熊谷、マオイコール26が、4年ぶりにプロトーナメントの予選を突破した。愛嬌のある津軽弁が話題になり人気バラエティ番組、踊る、さんま御殿、秘密の県民小曲の出演が話題になっているが、本業のダーツはさっぱり。腕前は14歳の時がピークでしたと語るほどで、ここ数年間は予選突破すらかなわない状況が続き勝てない、プロダーツプレイヤーの異名を取るほどだった。ところが24日に開催されたソフトダーツプロフェス、イオニルツアージャパン福島大会では見事に予選を突破。4年ぶりに本戦出場を果たしたが、あえなく1回戦で敗退。熊谷はめちゃくちゃ嬉しいです。1回戦で負けちゃったけど、何かつ、噛めた気がします。次の大会に期待してください。と会場を沸かせた。先日、YouTube チャンネル、神社ソムリエのあやかり、チャンネルでは、鎌倉時代、二弓の名手と歌われた、那須与一と縁の深い、太田神社に足を運んでいる。予選突破は、那須与一パワーに焼かれた、結果なのかもしれない。バラエティ番組だけでなく本業、でも名を挙げたいところだ。